ちょっとちょっと見てください見てください見てください。あれちょっとちょっと片岡だやっぱり。あ、片岡選手久しぶり。どうもお久しぶりです。うん、この人たちは今日はチームオーナーとして、うん、一応スポーツ総合でチェックだけしようというところで、レースは僕出ません。GT300 はね、はい、チャンピオンも取ったし相変わらず、キレッキレの走りですけど、 S 帯は乗ってなかったんですよね。はい、S 帯は自分が出るというよりは、うん、レース好きな人を一人でもモータースポーツに引き込もうというところで、まあ、エンジョイをメインに28号車29号車862台で参戦してます。うん、そうですか。今やチームオーナーですよ。そして、まあ、モータースポーツ好きの人たちにね門戸を広げてその方たちに楽しんでいただくためのプロジェクトをやってるっていうことで、まあ誰でも彼でも入れるわけじゃないけど。そうですね、まあ、もちろんね最初はこう僕の身の回りのもともとずっと知ってる人たちで、うん、まあ、気心知れたメンバーで、うん、スタートして、まあ、ゆくゆくはやっぱ若い人とかにこう、うん、チャンスが与えられるようなチームになればいいなと思って、うん、まあ、今まずそのスタートとして、まあ、昨年から、うん、まだよちよち歩きでチーム運営してます。いやいやいや素晴らしい。地道なことをね僕はもう本当にやがてこの男はF1 かインディーカーだなと思ってましたけど、それぐらいのキレッキレの GT500 でいい走りしてたんですよ。その男がね今すごいよ。弁当の数も数えてるから。そうですね、なんせまだ弱小チームなんで、チームオーナー監督マネージャーまでですね、うん、兼任で全部やってますから、レースのね大変さが1から10まで一番僕が分かってます今。いや、まあドライバーでいるとなかなか分からないことがね、チームオーナーとしてやると。そうです。だから今までは、ね、ずっとプロのドライバーという風でしかこのレース活動してなかったんで、この裏方まで経験すると、まあ、いかに、ね、どれだけたくさんの人とが動いて大変な思いして、ね、このレースやってるかというのが分かりますね。いやいつの間にかこんな立派な大人になってしまいました。キレッキレの片岡が。でもね、本当に僕聞いてて嬉しいと思います、ね、レース界の日本のレース界の財産になってくれると思いますね。ぜひ頑張って。はい、これからもですねティーズコンセプトの応援よろしくお願いします。はい、ティーズコンセプトでした。通過体制ね。はい、ドライバーもまたおいおい紹介させてもらいますけど、はい、まずはチームオーナーの片岡選手ね、ずいぶんお腹もへっこみましたよ。いや、久しぶりです。世界回ってますか。世界のあら久しぶりです。はい、どうも、はい、こんにちは。車ないよ。これ隣の車です。あ、そっか。はい、今車ある？はい、うちのはありますよ。はい、どうなの調子？まあ、ピレリタイヤに今年から変わったということで、うん、今回のテストとしてはそのタイヤに合わせたセットアップ、この辺が中心になってますね。うん、僕の印象だけど去年、まあ、STX クラスの中で徐々に追いついて肉薄してトップにまあ、迫ってきたと、うん、もう本当にトップの車とチームになってきたなという感じだけど、それはどう？ピレリになっても継続できそう？そうですね、継続できるように。逆に開幕戦が去年はちょっと戦うことができなかったので、うんうん、開幕戦からまあいいところにいいレースしてですね、うん、まあ、今年はちょっと最後まで最終戦までそのチャンピオンの権利を持ってシーズンを戦いたいなと思ってるんですけど。あ、なるほどね。そうだね、まあ、チャンピオンチームにふさわしいぐらいの仕事を去年はしてたと思いますよ、後半はね。うん、流れとしてはすごくいい流れで来てると思うので、その流れのままちょっと今年は開幕戦から、うん、こうその流れでこうスタートしていきたいなというのはありますね。もうチームは今年1レースやってきたしね。そうですね、やってきたし24時間も戦ってきたし、うんうん、あとはメンバーが今回変わってないんですよ。ドライバーメーカー含め、うん、本当メンバーがあまり変わっていないので、うんうん、その本当に同じ体制でいけるっていうのはすごく強いのかなと思ってます。なるほどね。このメンバーが変わらないっていう、変えないっていうこともなかなか難しいことだから、ついなんだかんだ変わっちゃうものだからね、その気心が知れたメンバーでまたやられるっていうのは。そうですね、そのメンバーでやっぱり継続することで強くなれると思うので、うんうん、しっかりそのねこの体制を生かしていいレースしたいなと思ってます。はい、チャンピオン候補最右翼と言ってもいいと思いますね、原選手。星野さん嬉しいこと言ってくれますね、先輩。いやいやいや、星野さんも速くなったし、早いです、ね、本当に、ね、はい、車も仕上がってきたし、ね、もう期待満点だと思います、ね、頑張ってもらいましょう。ありがとうございます。はい、777号車 D ステーションポルシェの前にやってまいりました。
カラーリングも含めかっこいいですね。もうこのカラーリングにも我々慣れてきて、もうなくてはならないスーパー耐久の、中の1台カラーリングというふうになってきましたね。まあ、ポルシェも随分仕上がってきて、ドライバーの荒選手も言ってましたけど、チームクルーもみんな変更がない、全く同じメンバーでできるということでね、もうなんか今年新たにというよりは去年のあの好調がそのまま続いている、そういう状況なんだと思いますね。で、まあ、僕はポルシェとなるといつも気になるんですけど、ピットストップで燃料入れるの結構大変じゃないかなと思うんですよね。で、なんでかというと燃料の給油口がこんなところにありますね。で、まあ、おそらく燃料が終わるまでジャッキアップしないのかな、ちょっと聞いてみよう、チーフ、うん、はい、お願いします。エンジニアのお名前を。あ、三野と申します。三野さんです。ピットストップに来た時に、はい、まず一番最初にやる仕事は何ですか？タイヤ交換ですね。まず4本ともやっちゃうの？前2本だけやって、前をジャッキアップして2本交換しますね。はい。で、その間給油ですね。ということは給油している間はこの高さ、ほぼ、まあ、ここまで高くないけどちょっとジャッキアップされてる、ジャッキアップされてる状態です。じゃあ給油しにくいね。まあ、ちょっとボネットの上に乗って給油しているっていう形になってます。ボネット滑るじゃないですか、足。これはちょっとドバイからそのまま持って帰ってきた状態なので、うん、滑り止めとかしてないんですけども、うん、この辺りに滑り止めつけますよね。はい、ここと大体ここの辺ですね。あ、こことここに足乗せる、はい、でガチャですか？そうです。で滑り止め のテープ貼って、はい、なるほど。これもなんかジャッキアップされてる、まあ、これほど高くないけど、ジャッキアップされてる中飛び乗って入れるって言うと若いメカしかできない。そうですね。それか体のちょっと大きい方であれば、おそらくこのままトンって。なるほど。海外のチームなんかでは上に乗らないでそのままトンって入れてるところもあります。届くの？すごい。あれは無理だなと思います。日本人には無理だね。無理だと思います。あともう一つ、前を上げたまま給油する理由は何かありますか？はい、それは、まあ、フロントタイヤを先に変えた方が、まあ、ホースさばきだとか の時間が短縮できるので、メカニックのローテーション動きがその方が邪魔者がなくて、そういうことです。そういう意味で入ってきたらまずジャッキアップしてフロント交換、はい、付け替えまでやっちゃう。付け替えまでやって閉めて、で給油開始。その時にもう給油マンは乗っていいんですか？はい、乗って待機にしてます。突っ込まなければ、給油ホース突っ込まなければ構えていいわけね、ここでね。はい、だからフロントタイヤ交換している間に給油マンはこれに乗って準備ができる、その分、まあ、時間がある、節約できるね。そうですね。どうしてもこうやって乗らなきゃいけないの ね。で、タイヤ交換が終わらないと給油ホースがさせないんです。なのでフロントタイヤをつけてしまってから給油します。で、そこでジャッキを下ろすのもダメなんです。給油中はジャッキを下ろせない、だから前上がったまま。そうですね、前というかもう4人上がってしまうので。あ、4人上がってしまうんだ。はい、あ、4人とも上がってんの？もう上がってんのね。もう完全に。なるほど。上がってる状態で、それで、うん、9万の。そうか、じゃあ4つとも上がってる中で9万はこの上でやって、はい、で終わったら、はい、リアタイヤ交換。そうです。でリアタイヤ交換終わってジャッキダウン、はい、そういう手順になってるそうですね。ピットストップもね、簡単にみんなやってるように思うかもしれないけど、本当にみんな考えてやってて、そのジャッキの上げ下げの時に給油ができないから、だからもう上がったら一旦上げといて、でフロントタイヤ交換に入っちゃうわけだ。でその間ここに構える。でタイヤ交換が終わらないと給油できないから、タイヤ交換終わったら給油する。で給油終わってからリアタイヤ交換で最後ジャッキダウン。はい、そんな感じですね。ね、はい、いろいろね、創意工夫してピットストップも1秒でも差を詰めようと思ってね、みんな頑張ってるんですね。いろいろ創意工夫の塊です。またピットストップなんかもね、皆さんぜひ見てみてください。注目するとみんな頑張ってやってますから。はい、頑張ってみます。みんなありがとうございます。はい、777D ステーションのホスピタリティにちょっとお邪魔しちゃいました。星野さんが着替えてたらすっぽんぽん取ってやろうかなと思ってたんですけど、残念ですがもう着替え終わってます。終わってるというか、今走り終わったところですかね。そうですね、まだ3本目残ってますんで、はいはい、準備してます。
チームとしてはもう今年レースはいくつか終えてますね。そうですね、ドバイ24時間に参加して、はい、無事完走しました。なんか S 隊の、年間表彰式の時にビデオメッセージいただいて、確かそうですね、ドバイから、うん、あの衛星中継じゃないですけど録画ですけど、はい、やりましたね。そうでしたね。だけど僕ね、ごめんなさい、結果は聞いてないんです。どうだったんですか？あの総合13位クラス6位でした。あ、すごい。ドバイのコースは初めて行かれたんですか？当然初めてですよ。初めてです。なかなか行かないですもんね。そうです ね、まあ、暖かくて良かったです。あ、そうですか。まあ、あのなんか砂とか風で運ばれてきてコースがとか。コースはやはりあの砂で、まあ、あの悪かったですね。あのグリップがすごい低くてちょっと大変でした。そうですか。まあ、こんな風に、ね、最近、まあ、去年後半はもうプロドライバー顔負けのメキメキと速さを、ね、身につけてらっしゃる星野さんですが、今ちょっとこうお話ししててね、ふとちょっとダイエットしてます？もう2年前、3年前ぐらいかな、ちょっとだいぶ絞りまして、はい、5、6キロ痩せてますよ。あ、ね、だんだんスポーツ選手になってきてるっていう感じがね、すごいしますね、最近ね、ストイックになってる感じがします。まあ、荒君もね、あの結構ね、トレーニングとか欠かさないでやってるんで、そういうもうなんかストイックなアスリートのチームですね。そんな中に、1人、若い、近藤翼が入ってるわけですが、先輩方に振り回されてない？いやいや、もうすごくの大先輩の下でレースできて幸せです。はい、8時間もしたの？そうですね、結構長くて、もう朝はもう結構もうフラフラで乗ってました。じゃあやっぱ先輩方に随分絞られてんのね。まあ、いい経験になって本当にありがたいです。そうだよ、あのね、絞ってもらえる、しごいてもらえる環境があるなんていうのはね、若いドライバーにとってはこんな、みんなそれ願ってんだから。はい、本当に幸せです ね、はい、あのしごかれて乗せてもらって乗せてもらっただけドライバーはね、速くなっていくし、はい、強くなっていく。はい、そう思います、はい。まあ、今も随分強いけどね。いやいや、まだまだ、はい、もっと頑張って、はい。まあ、さっきインタビュー終わったんですけど、また荒さんおいでになったので、荒さんに言うと、はいはい、何回でもやりますよ。そんな先輩、何回でもやりますよ、世界の荒さん。先輩半分ですか？本当ですか？いいんですか？はいはい、ということで、荒さんからは以前も聞いたんですけれども、チームの、ね、メンバーが一人も変わってないっていう、そこが強みの大きな一つでもあるというふうに言ってましたが、その辺は、星野さん意図していろいろそういうことやってるんです。そうですね、当然チームワーク大事なので、うんうん、ここでこの3人で1年間乗り切りますよ。そういったところね、やっぱりなかなかそのそういうところに目がいかないし、そこに重要性を持ってそこをなんかこうキープする努力、それ安易に変えてしまうことがちょっと多いんですけどね、そういったことにすっごくキープしてる、これ素晴らしい考え方だよね。あの絶対強くなると思うんですよね、うんうんうん、いつもあの我々やっててもいつも誰かが変わってってるみたいな感じで、また一から始めなきゃいけないって感じがするんだけど、うん、だ本当去年の流れをそのまま維持して開幕をスタートできるんで、うん、その辺のメリットって大きいかなと思うんですよね。なるほど。まあ、D ステーションチームにとっては、次の開幕戦鈴鹿は、この V がいつ放映されるのか分からないけど開幕戦は、彼らのチームにとっては、スーパー耐久シリーズ第7戦が始まると、そういうことですね。そんな感じですね、イメージとしては。これはもう無敵ですよ、注目です。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今ですね、ST1 クラス47号車 D ステーションにお邪魔してるんですけれども、マックス・オリド選手の、ね、コーチングが今始まっていますね。はい、まあ、今かなり大事な話してるんだと思いますが、構わず特攻したいと思います。どうもご無沙汰です。はい、マックス・オリド、ですってね、はい、ね、よかったですね、はい。我々ここまで長くレースやってると、これまで培って、まあ、経験して積んできた技術を誰かに使ってもらえるっていうのは、あ、そうですね、嬉しいですね。ね、はい、これがもう本当に埋没させるにはもったいない技術、そして経験をね、まあ実は一緒にやってたんですよ。はい、福山さんと20年前にね、20年以上前、21年前に一緒に GT300 でチャンピオンを取らせていただきましたから。可愛かったんですよ、随分。
今も可愛いです。あ、今も可愛いね。可愛いね。はい。キュートボーイ。はい。キュートボーイ。キュートおっちゃんです。はい。キュートおっちゃんの方からチームの方ちょっと紹介してもらえませんか。はい。はい、まあ今年本当にお世話になります。D ステーションとはもう、D ステーションレーシングとして今年何年目？ 2 年目なんですかね。3年目ですかね。2年目ですかね。はい、で藤井君の方からちょっとお話がありまして、僕は1クラスの方で、その何だろう、あのジェントルマンの方と一緒にドライビングをちょっと面倒見てくれませんかという形でお世話になることになって。なるほど、はい、そうですか、うん、まあ、今は先ほどからちょっと映ってましたけれども、いろいろコーチング、まあ、ビジネスとしてもそっちのコーチングの仕事を十分やってるしね、もうね。そうですね、最近はちょっとずつプライベートでそういうことも、ね、やったりとかしてます。はい、ね、はい、そういうマックス・オリドですけれども、マックス・オリドはもうテレビとかも慣れてるんで、ここからのインタビューはマックス・オリドにやってもらいたいと思います。はい、マイク渡しますのでチームメンバーの紹介をお願いします。あんまね、そういうの慣れて、福山さんお願いします。嘘だよ、嘘だよ、お願いしますよ。そうですか、そうか、そうだよね。俺これ仕事なんだからサボっちゃダメだよ。はい、それではお願いします。お名前は星野さんですが、はい、星野達也です。はい、星野達也さんです。はい、チームの構成とか、構成 D ステーションもう1台の777号車も、星野さんでし、ドライバー星野さんでしたが、はいはい、関係の方を、弟です。はい、星野達さんの弟さん。はい、そうですね。はい、はい、ということで、車は1クラス。そうです、1クラスです。はい、これまで のレースのご経験としてはどういった過程を踏まれてきたんですか。過程はですね、ロードスターやりまして、はい、パーティーレース、はい、その後カップチャレンジ、はい、ポルシェの GT3 カップチャレンジですね、と PCCJ を少しやりました。はい、なるほど。はい、あと GTR ですね、ま、GTR の CT3 号の。そうです、3号の。はい、なるほど、なるほど。ずいぶんサトシさん早くなられましたが、はい、いつか兄貴やっつけてやるぞみたいな。まあ、最初はそう思ったんですけどもう諦めました。結構遠いとこ行きましたよね。はい、そうです ね、もう雲の上になっちゃいました ね、はい、もうプロ裸足ですから、はい、今例えば僕が本当に GT3 乗せてもらっても、はい、叶わないと思います。あ、そうですよね、素晴らしいと思いますね。でも大丈夫です、マックス・オリドがいます。本当ありがたいです、ね、もう目から鱗のようなアドバイスをいただいてますんで、はい、本当に参考になります。はいはい、ぜひまたおそらくね、しばらくここで腕磨かれて、X というようなところにまた、ね、話は進んでいくんだと思うんですが。いや、それはないと思います。はい、まあね、そういった、はい、チームの状況とか環境とか目的とかっていうのをファンの皆さん知っていただくと、皆さんそこをもってしてまた見てもらえますからね。そうです ね、本当に頑張ります、ね、はい、そういう努力してるんだっていうところが見えた方が僕はいいと思いますんで、またファン作りね、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、それではまた、もう一方ご紹介いただきたいと思うんですが、はい、浜健二さんです。はいはい、では浜選手どうぞ。はい、シーズンの頭にはどんなトップチーム、メーカーチームでもよくありがちなんですが、ハマさんなんですけど、アラさんだったりするわけです。これまだユニフォームが間に合ってないと、これがまたシーズン始まる、ね、開幕戦前っていう雰囲気がプンプンしますけれども、はい、そうですね、今日はもう急遽、はい、ポルシェも初めてだったんで、はい、ポルシェも初めてですか。そうです、そうです、今日はもうマックス・オリドさんにコーチングいただいて、はい、まあ、今2枠乗り終えたところで、はい、いい汗かいてますね。はい、おかげさまで楽しく、はい、そうですか。チームに決まったのはいつ頃だったんですか。もう星野オーナーさんの方からは、今年の初めには、はい、そうですか、そうですか。じゃあ、まあ、今年の正月明けてからはもうそこに向けて気持ちがどん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 。そうですね、すごく楽しみにしてました。はい、これまではちなみにどういったレースやってこられたんですか。星野さんの弟さんと一緒に、パーティーレースと、それとあと、はい、まあ、GTR の CT、 CT、はいはいはい、ワンメイクをやらせていただいて、はい、まあ、こちらにちょっと、ポルシェ初挑戦ということで。なるほど。いや、ポルシェは僕も長かったんですけど、なかなか手強いですよね。難しいです。驚きました、ね、ちょっと、ね、はい、まあ、掴んでしまえばなんてことないんですが、そのポルシェの特性と速さを生かすところっていうのを掴んでしまえばね、なんてことないんですが、最初ちょっとたじろぎますよね。はい、思ってた以上に本当に苦戦してます。
なるほど、はい、皆さんもご存知だと思いますけれども、ポルシェって後ろのタイヤよりも後ろにエンジンがあって、それでなんかね振り子のように重いから、はい、パワー感と、そのスピード感と、ちょっとポルシェ特有のその、感覚がまだ全然つかめてないんで、これから乗り込ませていただいて、少しずつ皆さんと一緒に走れるレベルになりたいと思います、はい、なるほど、はい、一番ね伸びしろが大きい選手だと思いますよ今シーズンね、一戦一戦もう毎レースのように2秒ぐらい詰めていくと思いますんでね、ファンの皆さんもねぜひ浜さんでした、はいはい、浜選手ぜひね注目してみてください。もう伸び伸び伸びて今年の後半ぐらいにはもうすごい、速い選手になってると思います。ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます、頑張ります。はい、ゼッケン24番、近藤レーシングの皆さんに来ていただきました。あ、来ていただきましたんじゃない、俺が来たんだ車もいます、はい、さっきピットストップボードも出してもらいましたけど、なんかひらみねすごい迫ってくるんでちょっとなんか怖かったです分かったからね、わざとらしいんだよね、でもねちょっとうまく当ててくれただけだけど、プレッシャーありました。やっぱりねコックピットの中しか俺たち経験ないから分かんないけどメカニックさん大変です。はい、3人来ていただきました。昨年と同じ、ラインナップでございます。はい、藤井、どうですか調子は。そうですね、今日、今年1回目のテストだったんですけど、タイムだけで言うと一応トップタイムだったんで、ね、悪くはないです。プラクティスというか練習走行とはいえね、トップっていうのは気持ちいいよね。そうですね、開幕戦からいいレースにしたいんで、そういう意味ではこのテストで、すっきりとタイムが出てよかったかなと思ってます。そうですね、はい、今先ほどまで乗ってた平峰選手です、どうですか車の調子は。早いんだからいいんだろうけど。そうですね、藤井さんにいつも車をベースをセットアップしていただいてるんで、今日1日通して、去年と違うのはタイヤも違うんで、その中でいろんなアジャスト、セットアップの変更とかもしていたんですけど、結構いい仕上がりになってきてるんじゃないかなと思います、はい、そうですね、なんか躍動感感じますよコース上で見ててもね。ね、はい、そんな中で、内田さんです、はい、内田さんもうこれで何年目でしたっけ。3年目ですね。3年目に入りますね、はい、去年ちょっと残念ながらチャンピオン取れませんでしたけど、はい、ここでチャンピオン奪回に向けて。そうですね、今年3人同じメンバーで、3年目ということで、一昨年がチャンピオン、去年が2位と、来てますけど、3位になるわけいかないので、今年はもう一度チャンピオン奪還して、なんとかみんなで祝いたいだ、と祝いたいと思います。そうですね、はい、先ほどコース上で見てて動きが非常にやっぱりいい感じがするんだけども、昨年の反省として序盤でババッとこう重量もらったらちょっとドロップ気味になったような感じもするんだけど、その辺の戦略的な何かある。今年はそうですね、福山さんがハンディウェイトをなくしてくれるかなと思って期待してるんですけどいやでも去年開幕2連勝して、やっぱりその予想以上にやっぱりコントロールタイヤのレースで、ハンディウェイトって効くんですよね。それをやっぱり第3戦ぐらいから実感して、正直苦しみました、はい。だからといってね、勝てそうなレースをわざわざ下がるわけにもいかないし、そういった意味ではちょっと、ウェイトをもらうと少しそもそもフロントが重い、車が重いマシンだからね、ちょっとその辺ダメージ大きかったのかな。そうですね、それで中盤戦がちょっと苦しくて、やっぱり1年間落とすと苦しかったですね、はい。そんな中で、タイヤが変わったということで、その辺のハンディウェイト、もう今今日からすでに積んだりしてんの重量あれ全然ですよ、全然積んでないです。そこまではまだやってないよね全然もうオープンです。多分みんなと全然変わらないと思います。やってること同じだと思うので、そうだよね、はい。そんな中で、タイヤも今日初めて履くわけだし、そんなところでいきなり重量積んでのテストなんていう段階ではないと思うけど、タイヤの感じはどうなの。そうですね、横浜さん、今までの横浜さんとはフィーリングが結構違っていて、特性がやっぱ違うんで、車によって合う合わないってあると思うんですけど、もちろんいい部分もあれば当然、難しい部分もあって、そこに車を合わせ込んで、今はまずまずのところには来てます、はい。そういった意味でも重量もらった時の、ダメージが少ないタイヤだといいですね。そうですね、ね、
はい、まあ、こういうふうにラインナップが変わらないで、777の、アラ選手のところでも聞いたら、うち誰一人変わってないんですよって言ってましたが、やっぱりそれって非常に強みだと思うんですけど、まあ、その辺については何かありますか。まあメンバーが変わらないことによってやりやすいとか、もう飽きてきたとかもう飽き飽きはしてますけれど、でも、藤井さんと平宮さんとね、あの3人仲良くさせていただいて、まあ、チームワークはもう誰どこのチームよりも、あると思いますので、そういった意味ではもうそれだけでも部があると思ってますんでね。はい、そうですね。今年は、まあレース距離が、ね、若干例年より伸びましたし、まあ、一発の速さだけじゃないシーズンになると思いますから、このチームワークを生かしてね、また一昨年のあの感激をぜひファンの皆さんに見せてください、ね。はい、以上近藤レーシングの皆さんでした。 ごめんなさい、真面目なインタビューになっちゃいました申し訳ありません、はい、では頑張ってください。はい、じゃあファンの皆様に応援してね。今ばったり山内に会っちゃいました。ばったり会ったというか、ここはエンドレスのピットでしたね。わざわざ来たんですか俺あ、そうですね、わざわざ来ました山内君にインタビューするために、はい、結構ピット遠いですここはい、はい、エントリーではユーク谷口さんと2人の名前が上がってましたが、はい、3人目も、あ、谷口さんおいでになった、あ、よかったらインタビューどうですかはい、世界チャンピオン来ました、はい、ということでお二人の名前が上がってるんですけれども、はい、山内選手と谷口さん、ユーク谷口さん、3人目は決まったんですか。どうなの。いや、まだですかね。一応、まあ、ほぼ決まりな方向なんですけども、もうなんか3人目もほぼ決まりないようですが、まさかあそこであくびしてるあの人じゃないですよね6人目ぐらいで だけど24時間6人までいけるから、ひょっとしたらなんかにょこにょこ出てくるかもしれませんけど、もう出てこないでいいっていう感じですが、はい、調子はどうですか。まあまあ、まあまあな感じ。ちょっとまだタイヤの特性がつかめてない。あ、タイヤ変わりましたからね。 GTR に対しては良くなった、もしくはちょっといまいち合わない。今のところちょっとセット その方向性もあって、うん、ちょっと減りが早いな。あ、ちょっとなんかタイヤの表面見ても温度が上がってる感じしますね。そうですね、まあ、どっちかというと結構リアの方が厳しい感じがあって、でその摩耗をどういかに しないようにするかっていうところと、そうですね、あと一発タイムの時のセットアップのところ違いっていうのがあるんで、そこをもう少し明確にできたらなっていうのが今の現状かなって感じです。なるほど、なかなか高度なところまで突き詰めてますけども、トラクションコントロールのダイヤルなんかもあるんでしょ。はい、あります。まあ、それは本当に去年も変わらず決勝中触ったりしてるので、そこはそう大きく触ったりしてるんですよね。俺ね、今日見てたんですよヘアピンで、どっちで乗ってたか分かんないんだけど、ヘアピン立ち上げてブラックマークをギューってつけて立ち上がってて、あ、ダイヤル変えたなとか思ってましたがそれもしかしたらシードラの方かもしれないですね。まだ慣れないからもう俺たちはここって決まってるんだけど、はい、そうです、大体同じところでこう合わせていくだけなので。なるほどね、はい、そんなもんもういじったって、はい、最終的には最初の踏み始めの自分のコントロールから、うん、あとはもうちょっとアジャストしてトラクションをで助けてもらうって感じなので、大体まあ数字は決まってるので。なるほど、ね、はい、まあ、そういった中で、今のもう本当に先っぽというか端っこだけの話聞きましたけど、まあ、こんなことをすごくね緻密に組み立ててやってるんだと思うんですが、そんな中、まあ、ちょっとチャンピオンタイトル本当にもうそろそろ決めたいところなんですが、今年は例年より少しレース距離が全て長いですね。その辺について何か戦略考えたりしてますか。いや、まあ、ポイントが高いところは頑張って取りに行かないと、逃げられちゃうね。それと、まあ、全体的にも少し長いレースということで、まあ、競技なかなかトラブルも起きてくれないけれども、なんかこう、一発スピードだけじゃない何かっていうのが生まれてきそうな気がしますけど、その辺はなんか。だから24時間の時とかって優勝45点でリタイア0点でしょ、うん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 、戻したらアウトだよね。もう45点差になっちゃうもんね。そう、それはちょっと恐ろしいですね。さすがね、
会社経営ともするとね、あの数字の計算が早いというか、まあそこも重要ですよね。はい、そうですね。あのまあ走りながらいろんな細かい部分も谷口さんが数値で表してくれるので、はい、助かってます。はい、まあこういった相性のいいドライバー同士と、それからもうそろそろもう喉も渇ききってるぞというこのエネルギーで今シーズンはぜひともね、はい、いいとこ見せてもらいたいです。そうですね、うん、もうチャンピオン取るしかない、取りに行こう、取りに行こう。何年だったかな、WTCC の岡山戦、雨のレースでね、涙の優勝、世界戦優勝を飾った谷口選手忘れられませんが、一発ぜひ決めてもらいたいと思います。はい、ちょっともう GTR もね3年目で、うん、まあ、ちょっと乗れてきた感も出てきたんで、うん、はい、うん、あのエンジニアもあの去年からすごいいいエンジニアがついて、うん、セット もうバッチリなんで、あうんの呼吸というか通過になってきたわけですね。そうですね、うん、はい、うん、なるほど。まあ、あの手足のように使えるようになってきたマシンで躍動感を見せて、そうですね、リアタイヤを守りながらはい、ということで、山内もあのまたまたキレキレの走りをね、ぜひまたファンの皆さん待ってると思うから、リアタイヤ守るのは谷口さんに任せて。そうですね、まあ、あの本当に僕たちはあのエンドレスということでブレーキメーカーですので、うん、そこをあの、まあ、1コーナーであったり、まあ、高速あの、まあ、ブレーキであのいいレースを見せれるようなあのシーズンにしたいなと思います。はい、はい、僕もさっき B コーナーダンロップコーナーで見てました。 GTR の中では一番ブレーキいってましたね。はい、まあ、そういうファンの皆さんもたくさんいると思うんで、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ応援してね。うん、なかなか今カメラの前誰か動きましたね。今誰かカメラの前横切りましたか今横切りましたね。はい、小川亮選手です。13号車のドライバーね、はい、エースドライバーとして今年2年目ね、はいはい、重責ですね。そうですね、タイヤが変わったので、うん、まあ、それにどういうふうにチームとしてアジャストして、うん、今年こそは、チャンピオンリベンジできるかっていうところなので、うんうん、まあ、ちょっと今のところテストの感じを見ると少し遅れてますけど、まあ、あのエンドレス的にもまだまだ詰め込める球はたくさん持っているので、まあ、それをたくさん込めて開幕ザスタートダッシュを決めたいなっていうのは思ってます。はい、まあ、去年も後半尻上がりに良くなってきてね、はい、まあ、今年につなげる、まあ、いい感じになっているのかなと思うけども、ドライバーは、花里君と、はい、あの今日実はあの厳密に言うとオーディション中でして、はい、どういう風な編成になるかっていうのは分からないので、もしかしたら、開幕戦で僕がいなくなってたら察してくださいそうか、なるほどね。エースがクビになることもあるんでしょうか、まあ、昨年同様のドライバーラインナップでいけるといいね。そうですね、チーム の、うん、あのバランスも良くなっているので、うん、昨年のままの、うん、チームワークでいきたいなっていうのは思ってますけど、だよね、はい、まあ、やり残したこともそれぞれあるだろうし、それぞれが成長してきてるんで、まあ、この結果っていうのをもう一つチャンスもらいたいところだね。そうですね、僕この冬の間にコソ練をちょっとさせてもらってちょっと自分的にスキルアップしたと思ってるので、まあ、それも発揮したいと思います。なるほど、なるほど。いやいや、俺でも最近でもまだ新しい発見があるんだ。こんなおっさんになってもまだドライビングが本当奥深くてですごく楽しいです、ね、はい、はい、もう追求して探求して名人になってください、はい、ね、よろしくお願いします、はい、応援してください。はい、小川亮先生でした。